武田実況部長の中森です。それでは今回も質問に答えていきたいと思います。武田塾チャンネル。筑波大学生命環境学部志望なのですが、アドバイスお願いします。まあ、その筑波に限らずですけど、とりあえずね、センターの高得点をね、できる限り狙っていくのが大前提で、あと筑波大学は結構その入試のルールとかがかなり細かかったりするんで、結構その募集要項をしっかり読んだ上で過去問をちゃんと調べて、まあ対策は取り組んでいった方がいいかなっていうふうには思います。具体的にどんな対策すればっていうのは、あの武田塾の動画で筑波大学とかで検索してくれれば、筑波大学の、ね、どのレベルまでやればいいかとかも説明してるんで、まあ、それ見てくれればと思いますけれども、割とその事前の情報収集結構大事な大学かなとは思いますので、まずホームページとかね、募集要項をちゃんと読むところから始めた方がいいかなと思いますよ。京大工学部志望です。データベース4500を終えました。次するべき単語帳はデータベース5500でしょうか、それとも他の単語帳でしょうか。まあ、もし単語帳追加でやるとすれば、まあ、5500でもいいけど、まあ、鉄壁とかかなとは思いますね。派生語とかをこう使いこなすっていう意味だとね。ただまあ、それよりは早いとこ英作文の例文暗記とか和訳の練習とか、そっちやった方がいいかなとは思いますけどね。やりたければ鉄壁かなとは思います。はい。続いて、1対1の例題の後にアサリが接続できますか。ただ例題が解けるだけなら厳しいと思いますね。1対1の例題そんなに難しくないんで、ただ解説まで含めてちゃんと頭に入って説明できるぐらいまで仕上がってるってことであればいけなくはないかなと。ただ問題は辛いですよ、結構やっぱり。まあ3はまだしものね、 1A とかの範囲だと結構きついかなとは思いますね。はい。なので、まあね、ワンクッション挟めるなら挟んでもいいのかなとは思いますけど、例えば革新とかね、入試の、の標準編とか、まあ、あのあたりやってもいいんじゃないと思うけど、まあ時間もあるんで、とりあえずやって入ってみたらと。で、多分きついと思ったら、おそらく例題の解説がちゃんと頭に入ってない可能性が高いか、まあ難しい問題をやっぱりそんなに見たことなかったから、ちょっと難しい問題で体制作った方がいいかな的な感じだとは思います。中森先生は全国の校舎は回らないんですか。これはね、結構あのご希望をいただいた校舎には、行ってたりはするんですけれども、まあ、全国をちょっとさすがに回るのは今の校舎数だとね厳しいんで、まあもしね、機会があれば、行くこともあるかもしれないです。はい。2021年早稲田大学政治経済学部ではいろいろな条件がありますが、全て武田塾で対応することは可能ですか。可能にはしたいと思ってます。まだね、全部が発表されてるわけじゃないから、名言はちょっとできかねるんですけど、適当なこと言いたくもないんで。ただ、あくまでも、その大学受験の範疇としてね、やるものであれば、全部対応できるようにしようと思います。これは4技能とかも全部そうなんですけど、一応武田塾で一般的な大学入試としてやってるものは基本対応できるようにしようと思います。ただ、例えば、地学とかね、音楽とかの実技的なものとかはちょっと厳しいかなっていうのもあるので、全部が全部、これ OK っていうわけではないですね。これはまあ、ちゃんとね、入試募集要とか最終的に発表されたものを元に、しっかり対応していきたいと思っています。英検準1級ルート教えてください。これはね、一応ルートはあるっちゃあるんで、まあそのうち、公開していきたいと思うんですけれども、まあ今参考書がねちょうどいろいろ出てきてる時期なんで、まあいろんな人向けにね、またパワーアップさせたいと思うので、まあそのうち出すと思うので楽しみにしててください。はい。塾語はデュオだけで大丈夫ですか。大丈夫っていうのが、知らないもの一個もないってレベルじゃないければ別に大丈夫だと思うけど、それこそね、塾語で詳しいやつ、もっと詳しいやつは全然あるっちゃあるんで、もっとね、しっかり網羅したいなら、追加でやれるものはあるっちゃあるけど、基本的には字をしっかり仕上がっていれば十分かなっていうふうには思います。はい、といった感じでした。今回は以上です。武田塾公式アプリ、ルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。